聴いていただきます。
次はお、これは葉っぱさんがいっぱい歌うやつですね。そうだ、はい、いっぱい歌うやつ、はい、ハンバートハンバートっていう、はい、男女の2人組のユニットがあって CD なんかも出しているんですけれども、もうなんていうんですかね、私たちと同じ形態というかね、男性の方がギターを弾いていて、女性の方がボーカルとして歌を歌っているっていう、はい、あのそんな、アセロラドリンクの CM の歌、タッ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 タイヨニャー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 、歌詞が分かんないんだ、ニャー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 って歌ってた人たちです、はい、はい、他にもね、いろんなカバー曲とか歌ってたりするんですけれども、その中から、これはハンバートハンバートさんのオリジナルの曲ですよね、はい、を今回我々が歌わせていただこうかなと思っております。はい、じゃあ行こうか、はい、同じ話っていう、曲です。はい、聴いてください、はい、いきなり間違えない失礼しました、はい、同じ話聴いてください。Thank you.
歌うのって大変だね。そんな、そうですか。なんかね、演奏、なんか一曲ビシッと歌える人ってすごいなって思うんだよね。曲も作れるし、歌っているし。いやいや、歌ってないじゃん。え、なオールラウンダーじゃん。ちょこっとしか歌ってない。そうですか、うん、ちょこっとしか歌ってないよ。そうなんですか。おそらく。だって、オリジナル作るときとかは一曲全部自分で歌ってみて、うん、こうだなってやるじゃないですか。はいはい。それも歌ってるじゃないですか。でもね、はい、そう、こういうふうに、これ、この曲だよって言って、はい、渡すじゃん。うん、それ聞いてて、うまいなって思う？いや、素晴らしいね。どんな答えを求めてるの？どんな答えを求めてるの？あ、下手ですね。失礼します。ね、素敵なボイスを。ありがとうございます。はい、ただね、息続かないんだよ。息が続かない？息は続けて。息は、なんか、あ、でも、そう。なんか、自分の歌を歌う曲が好きじゃない？そうなんですか？歌声が好きじゃない？味があるんだよ。味がある。味。ありがとうございます。なんかね、あの、こう、お客様を見るとね、知ってる顔ばっかりなんですよ。これってすごく緊張しますね。最近知り合った方もいるし、はい、昔からの仲間もいるし、はい、これはきついな。きついな。結構、いつになく緊張してます、おかげさまで。でも知ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、葉っぱさん、吉葉さんが、はい、私のお父さんの同級生なんですよね。はい、同じ高校だったんですよね。はい、で、今日ね、その同級生の方が来てらっしゃると。来てらっしゃる。ありがとうございます。同級生です。来てらっしゃるということで、はい、私は控え室にいた時に、お父さんに、なんとかさんっていう覚えてますかって LINE をしました、はいはい、まだねちょっと返事が返ってきてないので多分覚えてると思うんですけど、はい、ちょっと何て言うんですか、意外な輪が広がったなってそう意外な輪がそうしかもその、うん、今日来てくれてる同級生が、はい、昔こう一緒にやってた、うんうん、なんてこんな感じでやってた。これがね、はい、一番きついね。すごいなんかこうチェックが入ってる、ね。チェックが入ってる。そんな気持ちにならない。ね、もしかするとね、そう評価をされてるかもしれない。そう気を抜くことなく。そう気を抜くことなく。頑張っていきたいと思います。いつになく緊張した。いつになく緊張した。今も今緊張しますか。もちろん。リラックスしていきましょう。そうだね、はい、私も問いつつさっきまで緊張してたんですけど。そうなの、はい、肩の力を入れて。そんなわけでね、はい、そう同級生の娘さんってことはだよ、はい、自分の娘であってもおかしくないですよね、年齢的にね。うん、うん、だよね。なんかお父さんなんそれきっとね、本当のお父さんだと、お父さんの親子だとね、こういうふうにはなってしてくれないと思って。ああ、どうですかね。臭いから来ないでとか、ね、なんでそんなひどいこと言うの？そんなふうになるんじゃないかと思うんだけど、鳩山くんに言うわ。鳩山くんって今初めて聞きました。鳩山くん、はい、いやね、ありがとうございました。お伝えください、はい、ちなみにこれ全然ね、今日のライブに関係ないんですけど、うちの父は今日後楽園ホールに商店の公開録画を見に行って、うん、なんか当たったらしいんですよ。はがき出したら、で、今日の日付で慌てて休み取って来たみたいです。タタ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 タ入ってるの、どこの席か分かんないですけど、多分こうやって言ってたんじゃないかなって思いますけど、ね、今頃、帰りの電車に乗ってる頃かなっていうところですかね。はい、気をつけて帰ってきてほしいですね。はい、全然関係ない話ですけど、次にね、はい、行きましょうね。行きましょう。はい、次の曲は、野に咲く花。この曲、意外なことに、意外なことにっていうのも変ですけど、うん、YouTube で、吉葉さんがね、はい、私とのだけでなくてユニットを組んでる方とか遊びに来てくれた方がギターに合わせて歌うっていうのを動画に撮ってあげてらっしゃる。もう何本ぐらいですか？200超えて20ぐらい、220ぐらいです、
はい、再生回数少ないですけど、ね、そうなんです、ね、チャンネルがねほりはぼりです、そうだね、あのひらがなでね、ねほりはぼりって YouTube で検索するとチャンネルが出てきます、出てきます、はい、ぜひチャンネル登録してくださいよろしくねみたいな。で、その中でね、あのこの野に咲く花のようにをずいぶん前ですよね、歌ったやつも動画にアップされているんですが、うん、大変ありがたいことに、鉄道を、あのドローン、ドローン、はい、趣味の人で、ドローンが趣味の方、うん、そう、はい、なんかこう鉄道のあれを撮影して、うん、それの BGM に、はいはい、この僕とポポちゃんが歌ってるやつを使わせてくれと、はい、なんか突然連絡が来て、来た、はい、うん、それでね、そっちの YouTube もあるんだよね、うん、そうそう、ちょっと忘れちゃったけど、電車が走ってるのを上空からドローンで撮影して、そうそう、空撮して、和歌山県のなんか、そうそうそう、海岸沿いを走ってる、はい、そうそう、でそこにあの、ね、ここから音楽をお借りしましたみたいなの、ね、うん、クレジットもいただいて、そう、大変ありがたいこと、うん、これが初めてですか、こうポッポと葉っぱ的には、そうだね、なんかこう外部の人に見つけてもらったときね、初めてかもしれないですけど、いや、ありがたいですね、ありがたいですね、はい、そんな曲です、はい、では野に咲く花のようをお届けします。私何も聞いてない、あ、そうか、うん、何も聞いてない、コーヒータイムだそうです、はい、ぜひお召し上がりくださいませ。ちょっとその間に私、うん、お楽しみコーナーやりたくてたまんないです、ね、いいですか、やって、やった許す、やった、許された。ですね、私実は昨日一昨日を利用しましてですね、大阪に行ってまいりました。で、大阪にね行った理由が、大阪の印刷会社さんが、とあるこうイベントというか催し物をやるということで、どうしても行きたくて、どうしても行きたくて新幹線取って行ってきました、大阪に。それ不思議な趣味だね、趣味っていうか、そうなんです、好きなものが
紙、ペーパーですね、ペーパーがとってもとっても好きなんですけど、27、28、29の3日間で行われている紙マーケットっていうんです。印刷所さんがやってるマーケットに行ってきましたよ。すっごく楽しかったんですけど、ちょっとね、オタクなので魅力を多分伝えるとみんな引いてっちゃうと思うんでね、簡潔に言うんですけど、とっても楽しかったんですが、ノートを作る体験とかできるんですよ。リングノート、穴をバチバチに開けて、なんかリング通してプレスして、自分だけのカラフルなページとかの、ね、ノートができる。で、そんなね、印刷所さんで使われている紙を使った、これはね、印刷所さんが作ったノートなんですけど、が一冊何円とかでね、大きいサイズから真四角のサイズとか、あと本当に名刺サイズぐらいのノートまでいろいろあるんですけど、これをね、ちょっと一冊ライブのに来てくれた方へのプレゼントとして買ってきたんですよ。なのでちょっとすみません、一冊しかないんですけど、今からちょっとね、殴り合いをしていただいてくれるそうなんですけど、じゃんけんでね、私がじゃあじゃんけんやるから、勝った人にこれ差し上げようと思うんですが、本当に印刷所で、例えばね、個人誌を作るとか、パンフレットを作るとか、イベントのチラシを作るとか、そういう時に使われている紙の、ものを使ったのちゃんとしたノートです。で、これはちょっと薄茶色のクラフト紙っていうのがページに使われていて、表紙も黒っぽいネイビー色の、なんていうんですかね、男性も女性も使いやすいかなということで、もう勝手にね、私のセンスで選んできました。で、裏も表も無地で、中も全部無地なので、勝った人にね、もう差し上げますけれども、もしね、これ勝ち取った方のご希望があれば、私とハパさんが何か書きます。今無茶振りしました。何か書きます。で、何か書きます。で、リクエストに答えられたら答えます。なんか模様を描いてくださいとか。そう、ハードル上げるね。そうです、書かないですよ。なんかこうお茶の絵描いてくださいとか言われるかもしれない言われるかもしれないですが、そんな感じでね、今日だから、無地っていうのもあるんですけど、っていうか全部無地だったんですけど、なので、濃い色のね、ノートを持ってきた私、ちょっと自分でね、言うのもなんですけど、賢いなと思ったんですが、金銀のペンを持ってきたので、表紙銀をちゃんと書きます。はい、これ本当に、今の段階でこれ、勝ち取った方にお渡しするので、ライブが終わるぐらいまでに、表紙じゃなくてもいいので、なんかこの辺りに書いてくださいとか、背表紙に何か書いてくださいとか、そういうのちょっと考えておいていただけたらなと思いますね。はい、ということで、じゃんけんやりましょう。すいません、もう勝手に進めてますけど、はい、葉っぱさんも参加 OK です。そうなの？で、今からやるんですけど、ルールはとってもシンプルです。最初はグー、じゃんけんポンで出して、アイコの人と負けた人はブブ、勝った人だけ勝ち残っていくスタイル。アイコ？アイコはダメ。じゃんけんポン。アイコ。これはブブーです。吉場さんがグーを出した時のみ勝ち残ります。相手は？相手は私一人。あ、そうそうそう。はい、分かった。私にどんどん勝っていくから。はいはい、そう、トーナメント方式です。負けた人と。はい、ない、もう私に勝った人、勝ち続けた人一人だけ。そうそうそう、はい、がこれ本当差し上げますので、はい、ということでやりましょう。はい、はい、今ね、コーヒーやデザートが運ばれてきておりますが、もしよかったら食べながらでもよろしくお願いします。よー、はい、いきまーす。1回戦目、はい、最初はグー、じゃんけんポン。はい、初期に一気に2回戦目いきますよ。最初はグー、じゃんけんポン。はい、バーの人。わかった。ちなみにね、もしもお二人がどちらも負けてしまった場合は、もう一回皆さんにチャンスを出ますから、ね、で、もう一回同じことが起きたら、今度最後の二人でじゃんけんします。はい、はい、いきますよ。じゃあね、もしかしたら最終戦、はい、最初はグー、じゃんけんポン。アイコはブブーなので、じゃあチャンスがあるよ。じゃあこれがね、ラストチャンスですから、はい、ラストチャンスで、じゃあこれで最後に、もし2人が勝ち残ったら2人でじゃんけんして、はい、
じゃあもう一度です、はい、ラウンド2ラウンド2いきます。もう一回です。はい、あ、もう一回ですよ。全員大丈夫です。じゃあいきますよ。最初はグーじゃんけんぽん。はい、すごい、あ、じゃあお二人でじゃんけんをしていただきましてはい、あ、すごい、あ、何差し上げますか。世界中の残ってる。そう、すごい。じゃあお二人、じゃあ私が温度取りますね。いきます。最初はグー、じゃんけんぽん。あいこでしょ、あいこでしょ。おめでとう。空気の感じで、はい、あの大阪で買ってきたノートプレゼントします。インソインソ先輩来たからの彼女。あ、いえいえいえ、どうぞどうぞ。おめでとうございます。じゃあお渡しするので、ぜひ、はい、おめでとうございます。で、なんか考えておいてください。勝負は勝負ですから。勝負は勝負です。勝負は勝負です。勝負は勝負です。2回も残られてる。いや、でもそれは勝負ですから負けたのに。おめでとうございます。そしてありがとうございます。今日のその問屋さんどうぞとなったという、はい、レアなレアなということでございます。リクエストがあったら終わるまでに声をかけてください。